ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストはフリー素材モデルの大川達也さんをお招きしました。映画に関係する仕事ができたらなとは、まあ、真剣にというかざっくりと考えてたんで、あの東邦学園専門学校ですか、今もしかしたら学校名ちょっと変わってるかもしれないですけど、確かですね、受験がなかったんですよ。推薦で入れたんですよ、その高校の先生に教えてもらって。だからいいかなと思ったんですよね。あの横浜の日本映画学校があるんですけど、確かそこが推薦がなかったんですよ。で、東邦学園が明大前にあって、なんとなくなんか渋谷経由して学校行くのもちょっと大人になったみたいな感じで憧れもあったのでそれで選んだっていう経緯ですね。どういった映画に影響されたっていうのはございますか？ちっちゃい頃は本当もう何でもかんでも見てたんですけど、多分その映画を作るっていうのに興味を持ったのは、あの北野武さんのソナチネ、多分兄が VHS で借りてきて見てて、なんですかね、娯楽で見るってよりは、あ、なんかこう、なんですか、作品として作り込まれてるものを見たっていう感覚があったんですよね。それがきっかけだとは思います。ほんで、あとは、その、好きな監督さんとか俳優さんとかいっぱいいるので、そうですね、きっかけはやっぱ北野武さんの作品ですね。脚本書きたいなと思ったんですよ。で、東邦学園、確か1年目は、そういろんなことを、脚本も監督も、それこそカメラ照明ってまんべんなくやるコースだったと思うので、それで行ったんですよね。顔を出してモデルをやられてますけども、はい、その脚本の方だったんでしょうか？そうですね。あとはその本が好きで、あの文章を書くのも好きではあったので、そういうのもあったのかもしれないですね。入学までの間に何か書かれたりとかされましたか？書いてないですね。全く。まあ、どういった雰囲気でしたか？専門学校だから高校出たすぐ、19歳の人だらけっていうわけではなくて、どちらかというと19歳の人は少ない方で、まあ、20歳超えた人もいるし、大学1回卒業してから入った人もいれば、あとはなんか交換留学生みたいな形で外国の方もいたので、なんか面白かったですね。学校っていうよりかは、その同じ志とかやりたいことを持ってる20代から30代ぐらいの人が集まってるっていう雰囲気でした。まあ、結果その1年で中退はしたんですけど、面白いこともありつつなんか違うなっていう面もあって、まあ、その辞めた理由としては、その家の仕事を手伝わなきゃいけないって、まあ、親から言われたわけではないんですけど、自分がこうなんとなく肌感で感じ取って、もっとちゃんと仕事して家にお金入れたいなっていう気持ちがあって辞めたんですよね。学校が嫌だったとかそういうのではないんですけど。なんか葛藤はありましたか？なんか親に申し訳ないなって気持ちですね。その決して学費は安くないじゃないですか、専門学校って。その東邦学園に限らず、せっかく入れてもらって申し訳ないなって気持ちあったんですけど、まあ、それよりはなんか早く働きたいなって気持ちの方が強かったので、なんか単位も確か 満タンというか、取れる限界まで取ってビシッとやめようと思ってやめたんですよね。そういった選択肢っていうのはいつ頃から考えていらっしゃったんですか？半年過ぎたぐらいからですかね。まあ、その家庭の状況もあり、学校の状況もあり、やめて働きたいなっていう気持ちはどん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 強くなっていったかなっていう。まあ、退学してからというのは、その、はい、やはり実家の、まあ、八百屋さんを、まあ、お手伝いされたということを。そう、手伝ってはいたんですけど、もう何ですかね、就職ではないんですけど、いわゆる週5の8時間みたいな働こうと思ってたので、それで仕事を探しましたね、学校辞めてすぐ。今どう思いますか？まあ、良かった悪かったという言い方はちょっとあれなんですけど、良くも悪くもないですかね。まあ、何ていうんですか、今考えてやっぱりやり直せるっていうわけでもないので、まあ良かった悪かったで言えば良かったと思うんですよね、今の現状に満足しているので。
なのであのままもう1年いてもどうなったかわからないのであまり深くは考えないですね。ただなんか最近こういろいろフリー素材のモデルに限らずこう被写体の仕事をいただくようになってまたなんか今度作るっていうよりかはあなんか映画出たいなって気持ちはありますね。まあ演技のことを勉強してるわけではないんですけどいつかそういうチャンスが巡ってきたらいいなってい こう漠然と考えてるぐらいですね。ストロボファクトリーでは映像制作を受けたまわっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。